マンウィズ・アミッションは日本の5人組ロックバンドである。所属レーベルはソニーミュージックレコーズ。所属芸能事務所はフィド。頭はオオカミ、身体は人間という外見の究極の生命体5人で構成されるという設定である。バンド名は英語で使命を持った男という意味でマワムやマンウィズなどの略称で呼ばれる。また、その外見からオオカミバンドと 続称されることもある。公式設定としては、19XX 年、地球が度重なる戦火に見舞われていた、時代、エレクトリック・レディーランドと呼ばれる地球の最果てで、天才生物学者であるジミー・ヘンドリックスによる、マッドサイエンスの結果生まれた、生命体とされる。ジミー自身はギターを趣味としていたことで、音楽の能力がプログラミングされた。超人的な肉体と頭脳を持つため、 アドルフ・ヒトラー、ヨシフ・スターリンといった権力者から、ギレンザビに至るまで利用されることとなり、罪の意識に苛まれたジミーは、誰の手にも渡らせぬよう、命と引き換えに、南極の氷河の中に凍りつけにした。凍結中は、狼ならではの発達した聴覚で、世界中の様々な音楽を聴いていたが、1997年に開催された。 エアージャムで演奏された音を聞いたことをきっかけに、音楽で何か世界を変えられないかと、音楽活動を志すようになる。以後凍結状態が続いていたが、2010年になり、地球温暖化の影響で氷が溶けてしまったために、復活し、バンド活動を開始した。バンド自体の結成時期は公表されていない。また、メンバーの年齢や国籍も非公開となっている。 楽曲制作において、ギターのジーン、ケンジョニーとベースのカミカゼボーイが主に作詞を手掛けている。作曲はジーン、ケンジョニーとカミカゼボーイによってコード進行やリズムパターンとイメージが骨組みとして決定され、その後各パートごとの詳細なアレンジをメンバー全員で話し合いながら作り上げていく手法をとっている。ジーン、ケンジョニーがバースを歌い、 東京田中がサビを歌う楽曲構成が大半を占める。ライブでの登場 SE にはバッドレディジョンのマンウィズ・エミッションという自身のバンド名と同名の楽曲を使用している。なお、該当曲が収録されているアルバムレシピ4ヘイトのジャケットにはマワムのメンバーと同じく頭が狼になっている人物が二人描かれている。メンバーの中ではジーン。 ケンジョニーのみが唯一日本語を操れる設定だが、東京田中はボーカルを担当し歌唱しているほか、神風ボーイはコーラスを担当し、日本語と英語を使用して歌詞を書いていたり、スピアリブがインタビューに日本語で回答しているなど、発音自体はできないが、理解はしている模様。また、データベースフィーチャリング、タクマのライナーノーツでは、神風ボーイも喋れることが明らかになっている。 なお、彼らの言葉は、固有名詞など一部の例外を除いて、ひらがなを使わず、ナ文字は、カタカナで統一するのが公式の表記となっている。文字数が多い場合は、ひらがなを使った表記にされる、こともあるが、これは、翻訳と称されている。月ギ GIX では2012年8月号から、編集部が独自に用意したという、マンウィズ編換気が導入され、これによって、 翻訳されているが、この変換器はたびたび壊れており、そのたびにカタカナ表記に戻っている。ドキュメンタリー映画、マン・ウィズ・ア・ミッション・ザ・ムービー、トレース・ザ・ヒストリー・マイナスでは、自動翻訳機、ガウリン・ガルが登場し、ジーン、ケン・ジョニー以外のメンバーも、音声で発言している。ライブでは、東京・田中、ジーン、ケン・ジョニー、神風ボーイの顔は、下顎が大きく開いている。 また、ライブ映像はなぜか下顎が映らないアングルで構成されている。東京田中。ボーカル担当。リーダー。好きなことは寝ることと歌うこと。好きな音楽はクラブミュージック。マイブームはステロイド注射。通称タナパイ。下が右に出ている体格がいい狼。ライブでは7分丈のパンツを愛用。 運動神経抜群。特技は、スノーボードやスケボー等、エクストリームスポーツ全般。アイスとよく冷えたテキーラが好物。好きな肉料理は、フィレステーキ。最も真面目な性格の持ち主、メンバーの暴走を制止するのは、彼の役割である。ツイッターで、の顔文字が出た場合、これは、東京田中のつぶやきである。ジーン、ケンジョニー。ギター、ボーカル、ラップ。 作詞、作曲担当。特技は3点倒立とギター。好きな音楽はパンクロック。マイブームはチキンタツタ。下顎が若干出ているため、通称シャクレオオオカミ。トークに定評があり、ライブの MC やメディアでの質疑応答、メンバーの通訳は彼が担当。英語が堪能で海外のアーティストやメディアと通訳なしで話せる。趣味は、 漫画と映画鑑賞。好物は前述のチキンタツタトガメに。いわゆるカラー見酒で田中によく管を巻いている。ツイッターでの顔文字が出た場合。これはジーン、ケンジョニーのつぶやきである。神風ボーイ。ベース、コーラス、作詞、作曲担当。特技はハンティングとベース。好きな音楽はロック。マイブームはテキーラ。通称ボーイさん、波風。 メンバー1の超新倉庫、スキニーパンツを愛用。ライブ後は、打ち上げにより、大抵二日酔い。雨男ならぬ雨狼。遅刻や勘違いによる失敗が多く、周囲から、ポンコツと称されている。公式ツイッターでは、メンバー1の瞑想率を誇る。ライブでは、ベースのネックに噛みつくパフォーマンスを見せるが、そのために歯が、ボロボロになり、一本差し歯になっているという。 ツイッターでガウガウの顔文字が出た場合、これは神風防イのつぶやきである。DJ サンタモニカ、DJ サンプリング作曲担当。特技は自家発電と DJ と泡踊り。好きな音楽はヒップホップ。マイブームはエコバッグ。通称サンフトシ、サンちゃん。田中とは逆に下が出ている。ちなみにサンタモニカに行ったことはない。 さらまわしパーティーヤローの異名を持つお上司者だが、意外に繊細かつ常識人。スペアリブ。ドラムス担当好きなことはご飯を食べることとドラムス。好きな音楽はヘビメタル。マイブームはスペアリブ。通称リブちゃん。唯一常に口を開いており、メンバーでは最も小柄。公式ツイッターでは語尾に肉がつく。アイドル的存在である一方。 辛辣な発言も多い。好物はコーラとスペアリブ。女性人気が特に高いことを自覚している節があり、ジョニー曰く閲松盛り。ツイッターで肉の顔文字が出た場合、これはスペアリブのつぶやきである。2010年3月7日、プロジェクトの指導が公式アナウンスされ、同日に渋谷エグマンにて行われた、バー、ロックの心及びエグマンによる、 共同企画イベントバーカモンロックボリューム3にて初ライブを行う3月15日楽曲ドントルーズ・ r s e l f のミュージックビデオを YouTube に公開6月25日渋谷エグマンにて行われたワールドコード及びエグマンによる共同企画イベントワールドスタンダードデベロップメントボリューム4にて3曲入りの初の自主制作シングル マンウィズ・アミッションを会場限定で販売。11月3日、フロム・ユース・トゥー・デス・レコーズよりミニアルバム、ウェルカム・トゥー・ザ・ニュー・ワールドを1万枚限定で発売し、全国デビュー。公式選考発表されていた収録曲、Don't ー o s e Yourself は、TBK、ムトマ2012年1月度テーマソングに起用された。11月17日より全4公演で、 全米ツアーを行い、その際に告知ポスターを見た、エアロスミスのスティーブン・タイラーが、クールと叫び、自身のステージで、ウェルカムトゥーザ・ニューワールドのタイトルを連呼したとされ、話題となった。2011年3月17日、東日本大震災を受けて公式ブログ上で、声明文を掲載し、被災地と被災者に向けて、新曲、レーン・オブ・ジュライをマイ・スプイス及び YouTube 上に公開。 同曲は収益分を全額被災地への寄付に充当するチャリティーシングルとして急遽制作されライブ会場限定で4月10日まで販売された。4月6日 TBK 音楽館2011年4月度テーマソング及びワウワウヒッツシーカー2011年4月度パワープレイに起用されたシングルネバーフックスキンマインドザルールズを 2029枚限定で発売。発売直後の4月8日からは、全国ツアー、Man with a Mission Japan Marking Tour 2011を全国11公演で開催。4月28日、日本クラウンからのメジャーデビューを正式に発表。6月8日、クラウンストーンズより、フルアルバム、Man with a Mission を発売し、メジャーデビュー。収録曲で、限定シングルで、 すでに発表していたフライアゲーンはミュージックビデオが制作され TBK、ムトマ2011年6月度テーマソング及びテレビ、東京、ゴッドタン2011年6月度エンディングテーマにそれぞれ起用された。アルバムからはフライアゲーン、レインオブジュライ、ダンスエブリバディの3曲が各曲ラジオオームエアーで取り上げられ全国 K27 のラジオ局でパワープレイ、 および番組テーマタイアップを獲得した。6月20日、東日本大震災の復興支援として、岩手県大船渡市にて、滝き出しと支援物資の運搬を行う。7月3日、渋谷エグマンにて、全国ツアーの最終公演にて、初のワンマンライブ、マンウィズアミッションジャパンマーキングツアーファイナルを開催し、398人を動員。8月14日には、 サマソニ2011にて、東京海上ビーチステージに出演を果たす。9月9日には、渋谷クラブクアトロにて、初の自主企画ライブ、マンウィズ・アミッション・プレゼンツ・ザ・ミッションボリューム1を開催。10月5日、ハロウィンをコンセプトとした、ミニアルバム、トリック・オット・トリート・ EP を発売。ニルバーナの楽曲、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのカバーを収録したほか、リードトラック、 フィールシンクは TBK 音楽館2011年10月度テーマソング及びテレビ朝日系ストリートファイターズ2011年10月度パワープレイに起用された。10月31日からは全国ツアー装飾団四絶滅ツアー2011-2012を全国14公演で開催。2012年1月3日より日本放送 オールナイト日本のジングルを担当。1月27日、メジャーデビューアルバム、マン・ウィズ・ア・ミッションが第4回 CD ショップ大賞に入選。2月10日、日本クラウン主催の第48回日本クラウンヒット賞を J-POP 部門で受賞し、贈呈式に出席。同席した北島サブローから好評と激励を受けた。3月14日、 インディーズデビューミニアルバムに楽曲2曲を追加収録した Welcome to the New World スタンダードエディションマイナスを再発。本作で初出となる新曲 Take Me Home はミュージックビデオが制作され日本テレビ系オ t t o l ー m o n Baby d r a g に起用された。3月20日、カルチュア・コンビニエンス・クラブがタヤレコーズで配布するフリーペーパー 2012年4月号市場より、ジーン、ケンジョニーの初のコラム、マンウィズアミッションじゃんけんジョニーの、いや、映画って本当にいいもんですねーが、連載開始。4月4日、メジャー初のシングル、ディスタンスを発売。CD フォーマットでは、CD のみの通常版の他に DVD 付け2枚組の、初回限定版の2形態が、同時発売となり、本作付属 DVD が、 初の映像作品の製品化となる。タイトル曲、ディスタンスは、テレビ朝日系、ミュージックル TV2012 年4月度オープニングテーマ、北海道テレビ放送、夢地下182012年4月度オープニングテーマ、TBK、音楽館2012年4月度テーマソングにそれぞれ起用された。オリコンチャートデイリーランキングでは4月4日付で4位を記録し、 自身初のトップ5入りを記録。また、ニルバーナのアルバム、ネバーマインドのカバーを収録した、トリビュートアルバム、ネバーマインドトリビュートも、同時発売され、本作で、リチウムのカバーを収録した。同日より、ナノメディアインクの提供により、iPhone 及び、Android 端末向けのアーティスト、公式スマートフォンアプリ、Man with a Mission ャルアップスが、無料配信開始。 シングル発売を記念し、発売翌日の4月5日には、タワーレコード渋谷店にて、メンバーがツイタッチ店長に就任し、本作キャンペーンと同時に、接客や商品陳列などの営業業務を行った。4月7日には、日本放送、オールナイトニッポン R にて、ジーン、ケンジョニーが、ラジオパーソナリティに起用された、マンウィズアミッションジャン。 ケンジョニーのオールナイトニッポン R が放送。7月18日、セカンドフルアルバム、マッシュ、アップザワールドを発売。セカンドフルアルバム収録の、フロムユース・トゥですが、ハッピーミュージック7月オープニングテーマに起用される。2013年2月22日、テレビ朝日系、ミュージックステーションに出演。地上波の音楽番組に初めて生出演した。三月七日、 全日本 CD ショップ店員組合の第5回 CD ショップ大賞の大賞をマッシュアップザワールドで受賞。8月19日ソニーミュージックレコーズへの遺跡を発表。遺跡後初のシングルデータベースフィーチャリングタクマはテレビアニメログホライズンのオープニングテーマとして使われ、同作の第1期第18話にメンバー全員がモブキャラとして登場している。 2016年10月から、ソニー、ハイレゾ Q ワイヤレスキャンペーン CM に起用され、CM 初出演を果たす。2020年2月、ドキュメンタリー映画、マンウィズ・ア・ミッション・ザ・ムービー、トレース・ザ・ヒストリー・マイナスを公開。CD シングルデジタルシングル太字は短曲での、配信限定シングル、太字でないものは、シングルやアルバム収録曲の先行配信。 オリジナルアルバムミニアルバム EP、ベストアルバムコンピレーションアルバムスプリット EP、配信限定 EP ソロでの参加や、作詞、作曲、編曲、演奏での参加も含む。表記は、清順、新興ミュージックエンタテイメントより発売。各曲にメンバーからのアドバイスが寄せられている。ありがとうございます。